はい、皆さんこんにちは。今回は、バイオハザード RE3 体験版のですね、言語英語にして、はい、やっていきたいと思います。やっぱね、英語にした方が雰囲気は出るかなって、はい、思いますね。まあキャラクターがね、やっぱ外国人なんで、俺バイオハザードやるときね、いつも最初は英語でやってるんだよな。まあ、RE3 はの体験版は変えれるかどうか知らなかったから、最初はもうそのままやっちゃったけど、今回は英語です。やっぱこの方が雰囲気がね。RPD Special Tactics and Rescue Service。できるだけ行けるエリアは回ってクリアするのが予定でございます。ジルってこんなにナイスバディやったっけ。Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated.Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. Zombie, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords. で、今回はまあバイオハザード REC、yes. もう正直もうやることなくなったから。If we can get this, もうチャーリー君も全部破壊したし、クリアもしたし。多分もうやることはない。なので英語版。いや、字幕版と言った方がいいか。All right. I'm in. But I'm on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go.We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. いや、本当今回のチャーリー君人形20体破壊は結構しんどかった。20回緊急回避するが一番きつかったな。死んだりするとリセットされるからな。本当に20回連続で緊急回避しないと出ない。あとネメシスに一定ダメージを与えないと出てこないやつとかね。で、あとはあの消化した後に、まあ、ネメシスが追いかけてくるんやけど、それをかいくぐって人形を壊しに行かないといけないところからかなりしんどかった。1回クリアするだけで全部チャーリー人形を壊すのは結構難しい気がする。いや、どうしよう、ナイフはやめよう。ナイフいらん。今回なんか RE3、まあ、体験版だけかもしれないけど、今回のナイフ攻撃ってジル月攻撃だから弱い。結構レオンみたいにこうなぎ払いの方が良かった。倒さなくていい敵はもう倒さない。弾がもったいないし。倒さない。しかもあいつらこっちに入ってこれない。カーロス、I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there.You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself would not cut the flames. Fuck you. Oh,
ここはドラム缶で倒します。今回の体験版のゾンビって結構ね、時間を置くと復活するんだよ。ヘッドショットで倒すか燃やさないと多分永遠に復活する。正直バイオハザード、この2日間かバイオハザード RE3 めちゃくちゃやった。極めるとまでは言わんけど、かなりもうやったな。最初はどこ行ったらいいかそれもよくわからんかったけど、まあ、今もたまに迷うけどな。あのドーナツ屋さんの向こう側とこっち側で、ここももう覚えている。9、1、8、サイトね、サイト、これあるとないでは結構違うんだよな。マジで違う、赤い点がつくから。あー、噛まれた。体力減ってない、まあ、減ってるけど大丈夫。はいやもうアイテムの場所もかなり覚えた。特大弾薬はいらない。ショットガンはな、まあ、あった方がいいけどなくてもいいからな正直。カモン皆さん、カモン、うそ、なんだと。左のやつ燃えてないんじゃ。あ、燃えとった、ラッキー。使うか。よし、ヘッドショット、ヘッドショットでも大丈夫なんだよな。ガンパウダーはもういらないかな、こんだけ弾数あれば。ホースを取ると
ここにネメシスが出てくるから、まだホースは通らない。緊急回避、今のラッキーだった。ガチャコン、ここで緊急スプレーを取っておく。ぶっちゃけショットガンはいらないかな。取っとくか。まあね、ネメシス規制隊もいるしな、一応。いらっしゃい、いらっしゃい。くそ、当たってない。そっか、取れないな。これ10発っぽい。ガチコン。ショットガン。あ、そっか、これまた捨てれんのか。あ、じゃあもういいや。立つな。やっぱり、うん、あ、そっか、ここでガチャコン捨てれるな。ガチャコン、こいつね、こいつは復活するんで。来い来い来い。ここでいつも後ろで噛まれてたんだよな、こいつに。ファイヤー。何？燃えてないだと。あ、そっか。こっちの、あ、どうしよう、爆弾にしとこう。爆弾の方がいい。それはなぜか、ネメシスに効くからです。セーブポイント。そしてネメシスさん、これ、ついでにビリビリアタック。ミシス規制隊、絡むな絡むな絡むな。おい、終了。でね、ここも本当探した人すごいと思うけど、ここにもあるんだよな。少しずつずれていかないとわからないけど、ここにチャーリー人形あるんだよな。終了。スターズ。Thank you for playing.ドールデストロイ2010分でクリアした。今までで一番早かったか勝ったかもしれない。ほとんどのエリア回った回って、これは結構いいな。そしておまけの映像が入ると。There's so many in here.
ジで RE3 は楽しみや。バイオハザード7、RE2 もプラチナ取ったから RE3 も頑張ってみようかな。無茶なトロフィーがなければ取れる。剣道小林さん。Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hunt. Sorry. Hunter. Look out! Let's do this. Yeah, 発売日は必ず買おう。購入ページには行きません。なぜならダウンロード版ではなくディスク版が欲しいから。はい、ということで、バイオハザード RE3、はい、字幕版、はい、クリアしました。結構、スムーズにいけたんじゃないかなと、今までの中で一番スムーズだったかもしれない。ほとんど、まあ、全部のエリアに行って、そんな、取るもん取って、スムーズにクリアできたって感じで、良かった気がする。自分での自己評価は高い方かもしれない。はい、良かったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。